ミゲルダパスは、ポルトガルの王族。ポルトガル王マヌエル一世と、その最初の王妃で、カトリック両王の長女であるイサベルの間の、一人息子。二年に満たない、生涯のうちに、ポルトガル王国、カスティーリ王国、レオン王国、アラゴン王国の多い継承者となり、ポルトガル公、アステリアス公及びジローナ公の称号を帯びた。スペイン語名は、ミゲルデ・ラッパス。 マヌエル一世王とイサベル王妃の間の長男としてサラゴサに生まれた。誕生した時点でポルトガルの王位継承者となり、また誕生したその日に三熟死した母イサベルからカスティーラレオン及びアラゴンといったスペイン諸王国の王位継承者の地位をも引き継ぐことになった。ミゲルは非常に色白で青い目と赤みがかった金髪を持つ王子であった。 二歳の誕生日を迎える直前に、グラナダで死去し、同志の王室礼拝堂に葬られた。父マヌエル一世は、ミゲルの死の三ヶ月後、亡きイサベル王妃の妹マリアと再婚し、ジョアン三世を、はじめ十人もの子供を設けている。ミゲルの死により、期待されていたイベリア半島の完全統合の可能性は消えた。ミゲルの死後、スペイン小王国の王党を継いだのは、 おばの一人フアナであり、フアナを通じて、それらの王位は、ハプスブルク家にもたらされた。1580年に、アビス王朝が断絶したとき、フアナ女王、および、マヌエル王とマリア王妃の共通の孫である、フェリッペ二世により、カスティーリャ側がポルトガルを併合する形で、1640年まで続く、イベリア連合王国を成立させた。ありがとうございます。